J3 参入を目指すサッカー JFL の奈良クラブの試合が24日ロートフィールド奈良で行われました。奈良クラブは試合前の時点では昇格圏内のリーグ3位、マッチデーパートナーの大和信用金庫のブースではスタッフが奈良クラブのロゴ入りシャツで応援です。頑張れ奈良クラブ。そしてこの日、観客数は過去最多となる5261人が集まりました。相手は強豪ベルスパ大分。前半奈良クラブが決定的なチャンスを作れない中、アディショナルタイムに大分が先制。さらに後半にも2点を決められ0対3。昇格のためには絶対負けられない奈良クラブは後半33分、フォワード浅川が相手キーパーが弾いたこぼれ球を押し込み1点を返します。その後何度もチャンスを作りますが追加点を奪えず試合終了。1対3で敗れ痛い黒星となりました。引き続き奈良クラブを応援しに来てください。そして一緒に戦ってください。よろしくお願いします。奈良クラブは次回今月30日に FC 大阪とホームで対戦します。